ございます。おはようございます。NHK のボタンを取材しろよ。NHK。はい、おはようございます。どこだったらこうか。8時29分、16、17、18、19、20。自衛隊か。危ない、ギリギリだ。ギリギリというか、ちょっと間に合わないか。あと20秒。なコメント打っとこう。よし。向きは、あれこれウトフォーカスか。手動だよね。よし。もう行ってますかね。おはようございます。卵焼きはスクランブルエッグでしたね。おはようございます。お。珍しいな、こんなところであの選挙カーって。おはようございます。どうですかこの雪ん。スクランブル、あー白いな白いな。そうか、昨日の夜あれだ、あー出ました、いちご欲しかったです。昨日あれだ、ピントというかあのこれでいいだろう、白かったですね、これでよし。失礼しました。そうです、あ自動無料位置今オンにしました、ありがとうございます。たまに忘れてるからな。朝食あの味がえらい美味しかったんですよね。あ今放送始めました。あった、今のあの多分昨日あの温泉の送迎のバスの時間とかを電話で教えてくれたお姉さんだと思います。エンジ妻、さっきちょうど出発するときに、出発するときにそのカメラ、それはカメラですかって言われて、あのいろいろ説明してたんですよ駅まで。ああそうかもしれない。でもどうだろう、お客さん乗ってなかったしな。そうですね、20代30代じゃないような、多分20代ぐらいだと思うんですけどね、このまあスタッフさんですかね。あ他のお客さんも来た、やばい顔が映る。よし、じゃあとりあえず今からあの美人のとこに行きます。美人林、やった。あえこもう出られる、ええ、これから出発します。で今これ生放送しながら走ってるんですね。あもうやってるんですか、ええ。はい、今日これからもう出られるんじゃなくて、とりあえず外の写真ってことですかね。ちょっと散歩してください。あ、よし。今ここからその見てる人のコメントが流れてます。よし、いいですよねここで。ちょっとこの写真だけ撮って、これイラストだよな。おはようございます。ヘビ、多分ヘビ。でもう雪がわんさか残ってます。あとこれがこれあのあそうか、こっちが映してなかったな。土の子、いやこれは普通のヘビなんじゃないですかね。胴体太くなってないし。でこれがあの小学校を改装した山椒でしたっけ、山椒ハウスです。中の設備すごく綺麗なんですよ。あのトイレとかも新品で、学校っぽくない。ああ確かにそうかもしれないな。でですね、あの辺りにあの積雪1メートルを超えると危険なので雪を下ろしてくださいって書いてありました。朝食うまかったですね。夕食もすごかったんですよ昨日は。うん、小学校改装した山椒ハウスってとこです。で
裏にプールが残ってるんですけど、朝見たら凍ってました。今気温は十分高いんですけどね、昨日の朝よりもだいぶ暖かい。さて美人のとこに行くか。うわこっちもすごいな、今が旬。あ、冬の間はさすがにお客さん少ないと思うんですけどね。お客さん家族連れ 2,3 組と女性2人組と、さっき今話をした男性1人の人と、家族連れ3組ぐらいいたかな。で結構人泊まってたんですよ。で私が着いた時もまだ食事これからやるって人も、これから取る人もいたんで、結構泊まってました。さて行きますか。1部屋あたりは、子供含めて4人でしたね。男女別相部屋ってやつで。あ、じゃあ失礼します。お気をつけて。うわー、そう、昨日の夜あそこの明かりが、なんか希望でしたね。あ、楽も表現的ね。希望でしたねってなんだ。あ、空気はやっぱそこそこ涼しいけど。お、地図がある。ここはあの松、昨日不安に、いや大丈夫でした、全く平気でした。あ、あれ個人名書いてある。暗いの、まあ GPS ありますからね。よし、どうしようか。おはようございます。出てる、また尻が痛い。今朝は金、半数ありましたね。日の宮蔵、そうそう、そう、こんな景色なんですよ、この辺り。棚田と、うん、やっぱりもう水張ってるんじゃなくて、雪が溶けてるだけか。水田として水張る以前に、雪が溶けて水張ってあるように見えるだけなんですかね。で、この辺りの家は、あの、縦に長い、結構。そう、豪雪地帯ですね。夜はですね、あの星、あの撮影したんですけど、この辺り割と小学校の明かりを含めて明るいんで、目で見ても、あ、綱駅良かったですね。本当に普通の、あの普通のというか、あの綺麗な温泉が上にあって、ちょっと茶色がかった色でサラサラしたお湯でした。寒そう。いや、日がですね、昨日に比べるとだいぶ暖かいです。昼寝したいです。あ、また別の車で。あ、いかん、今顔が一瞬すれ違うぐらいだったら、あれ、なんで別の車で。境村ですか。境村って前どこから通ったって、こっちじゃないよな。あ、映らなかった。まあちょうどいい。あ、豪雪地帯。もうさっきの若いお姉さんです。から右の方にちょっと登っていくのかな。あれなんですね、あれはなんだろう、送迎の車を取りに行ったのかな、よくわからない。あ、今日帰宅です。タイトル見つけました。送迎の何ですかね、手持ち多分行けますね。あれですね、あの冬の間、あの雪がある間は、あの1階部分に板を張って、あの雪を潰されないようにしてたのの板を外してる作業ですね、あれ多分。ていうかこれからあの宿として営業するから、営業再開するから、あの下を外してるような話なのかもしれない。もう雪はこのぐらいしか残ってないですからね。かなり残ってるけど、まあ家の1階が隠れるほどじゃないですね。お、いらっしゃいませ。雪たっぷりありますよ。昨日は除雪されてない道に道を阻まれて遠回りすることになりました。直江津からやっぱり越後湯沢に戻る方向みたいですね。最短で出るのは特急、あの電車代が特急白鷹と新幹線時だっけ、どれかを乗り継いで東京まで1万円ぐらいですね。
2時間ちょい。天秤部楽しい、かなり楽しいです。もちろんまあ母いますけど、結果的に楽しいですね。299。でも帰るの思ったより時間かからないですね。東京まで2時間ぐらい、横浜までだともうプラス1時間か。横浜の自宅に帰るまでは3時間ぐらいか。で、特急白鷹と新幹線の空席も確認済みで、まあ大丈夫そうです。そうそう、405みたいです。宿の人にも話をして、国道だからって舐めちゃいけないですね、本当に。あそこからも行けたのか。すみません、いらっしゃいませ。これ山椒ハウスの昔のなんてこれも蛇書いてあるな。あ、こっちの方からも登っていけたんですね、山椒ハウスまで。403号この近くですかね。いってらっしゃい。おはようございます。今日は早く出たような、結構8時半だからいつもより早い。家に着くの、一応目標は17時頃に直江津に着いて、で17時すぐの特急白鷹に乗って20時ぐらいに家着ですかね。そう、楽しく、きついと思ったらすぐ休む、のが私のポリシーです。なんだけど、ある程度以上続けて努力してると、どこをアップ、基本的に GoPro で録画してる分アップするので、今回は宿以外のところは全部録画でしてます。300キロ、食っとるよ、また聞き取り出た。自転車置いてどこへ。自転車置いたら何したらいいんですか、一体。昨日の405の話かな。ギリギリまで。帰りはですね、特急白鷹で北北線から越後湯沢の方に戻って、で越後湯沢から新幹線です。で、今最初に行こうとしているのは、予定ルート見てもらうと分かるんですけど、一旦引き返してます。昨日夜になって行かなかった美人林っていうブナの林を見に行きます。あとそのすぐ近くにキョロロっていう、あれは後で見てみたら大地の芸術祭の作品の一つでもあるんですね。でっかい建物があって、そう、キョロロ、置いといて、それもちょっと考えたいですけど、直江津のあたり止めておける場所あるかな。座席は一応確認してます。今朝八ヶ岳線運動すると腹7分目、食いまくってます。このところで宿のご飯も多いしな。私は迷惑にならないところがあればいいなと思うんですけど、森の学校キョロロと美人林だよな、きっと。美人林じゃなくて、何が美人かっていうと、ブナが美人なんです。美しいから美人ってことらしい。会社の先輩がなんだっけ。そう、あと宿のご飯、私基本的に残せないなんだアルゴリズムなので、キング、それは厳しいんじゃないかな。
手荷物預かりとかで数日間預かってくれたりするものなんですかね、駅のやつ。あ、ブナの木が。今年はまだ雪が残ってると思うんですよ、林の間に。前回来た時にはすごく綺麗でしたが、長い間キロロの人、キロロってなんだっけ、歌手系の話だったっけ、芸能界の。こっからずっと下ってたところがキョロロだったと思う、プロフィールマップ上は。で、この道また折り返して戻ってきます。ぐるっと回る道も考えたんですけど、距離がちょっと伸びるのとアップダウンが増えるので、あと昨日通った道にも重なるので、 U ターンして戻ってくることにしてます。この道は、うん、天気そうですね。結局おとといの夕方あたりも雨に降られる可能性があって、パラパラは降られたけど濡れるほどじゃなかったですね。あれ、ここダメですか、確認しよう。気温は日向にいたらもう10度超えてる感じです。あの道端で昼寝しても寒くない。iPhone あった。あと7、6、5、4、3、2、1。ございます。待機中ん、これ位置情報成功したのかん、ちょっとうまくいったのかどうかよくわかりません。ん、どうなってんだ、もう一回やり直そう、ちょっとお待ちください。5、4、3、2、1。行かないな。じゃあ今日も iPhone5 の方でやってみるか。18度、日に当たってたらそのぐらいいってると思いますよ。あのちょっと暑いぐらい、じっとしてると。あと寝袋持ってたらある程度寒くても道端で昼寝できますね。あ、来てました。あ、そうそう、朝 iPhone4 で送信した時はできてた覚えがあります。夜、うん、iPhone5 だと今言ったっぽい。もう一度、3、2、1。サイクリスじゃないと思いますけどね。あ、行った。なんでだろう、 iPhone4 でうまくいくときといかないときがある。まあこれでいきましょうか。これで大丈夫ですね。でキョロロっていう地図には多分キョロロの方だけ載ってると思います。キョロロの道を挟んだ反対側が美人林です。確かキョロロまであと1キロ。越後つまりアートネックレス整備事業、北海道ですかね。あ、この先だよな。ここ曲がれって言うんじゃないよな。あ、待てよ、この道行けるかな。キロロってありましたっけ。いや、やっぱこれ右曲がんのか。右だ、危ない。標識に、ああ、そうですね、これ微妙に張り出してはいないんですけど、横から見るとほら、これそうそう、あの昨日走ってくる時もこういうのありました。看板が微妙に下向いてて、で屋根がついてる。おっと、で油断してるとそこら辺に作品がありますから。あ、これ違うか。雪
対策ですね。あの信号機もあの縦長の信号ですから、これ作品じゃないかな多分。そう、前この辺り走った時にあの道端に何の説明もなくて、まあ、説明板あるけど何の予告もなく置いてありますから。いや、あれはオブジェなんだと思うんですけど、囲ってあります。あのブルーシートで積んでありますね。で、あ、今日なんて人じゃないです、青いやつ。いや、前来た時こんな雪なかったな。冬場あの作品がですね、作品を雪から掘り起こすという作業があるらしいですから、ショッピングがまた聞きそびれた。ガードレールないですね。で、これ200くらいあるんじゃないかな、作品が。ここら辺り一帯に散らばっているのが雪下。ショッピングっていうのはどこの話ですかね。いや、直江津まで走ってそこからもうすぐ帰ってしまうので、途中どっかに寄ることはないです。温泉はあるかな。うん、雪雪、前来た時はこんなに雪なかったです。今年は特に雪が残って、でも気温は今日は暖かいです。空気が暖かい。冷たい嫌いで、日で県民ってだけで全部一緒くたですか。あ、出てる出てる、ほらあれ、向こうの2個はあのブルーシートで覆われてるけど、手前3つがあの覆いが取っ払われてますね。県民、あ、電波いいですか、 OK。 全部で6つあるのか。そうそう、ブルーシート今まだ足元にあの脱いだ状態になってますけど、そんじゃらってあんなんでしたっけ。ただあれ説明ないんですよね、説明板みたいなのが。おはようございます。うん、ブルーシート、あ、待てよ、キョロロは確か9時スタートだからギリギリ早すぎるぐらいか。ちょうどいいな、みじん林見てくれ。いいし、どんじゃらってあんなんでしたっけ。こっち、うん、暗いですか。さよで、これはなんかの小屋みたいですね。できないな。どういう意味の、あれはですね、あれはブルーシート、あ、雪で汚れないってことでしょうね。こういうの持ってきてます。大地の芸術祭の里ガイドマップ、ちなみに100円です。あ、電波ダメ。今のはわかるかな、キョロロのとこだから Y028、 あ、プツプツ、あ、これか。悠久なる恵み、松の山の野草の花々とブナ林。そっか。肝心のキョロロのあたりがカクカクだったら厳しいな。もったいないな。悠久なる恵みっていう作品名らしいです。やった。車コースはまあいけるでしょう、十分。よほどでかいやつじゃなけりゃ。もうすぐ到着。キョロロなところはまあ観光地だから大丈夫だと思うけどな。キョロロに着いたら配信画面チェック。キョロロじゃないな、ここ美人林の入り口だっけ、ここは。
かんな。まだ電波ないか。にくい。どうですかね。いや。電波悪いか。数出ました。全部見るのは多分無理だと思います。よっぽど綿密に計画立てて行かないと。メミのラグ、いや、ある程度来てるのかな。転送速度見てみよう。今美人林の方に来ました。まあ、キョロロもすぐ目の前なんですけどね。なんとか行ってますね。いや、あんまり良くないな。200前後だ。もう来てますね。結構早いのに。美人林にこれから行きます。観光バスもうこの時間に来るのか。あとキョロロの中、あれ500円の入館料があるんですけど、中にですね、人の大きさに引き伸ばした写真、昆虫の写真とかいう作品があるらしいんで、私は放送できなくても中に入って見てきます。ここが結構、そうですね、この辺りでは結構有名なところだと思います。美人林撮影会。そうそう、こんな感じの場所です。で、先にネタバレしてしまった。こんな感じ。よし。地図に載ってない。美人林は載ってないんですよね。キョロロの方は載ってます。やった。林です。ここにもあれがある。人が倒れかかるとやばいんじゃないか、刺さるんじゃないかっていうスズメ。全国で、緑色が淡い。そして綺麗。わあ、前来た時と全然違う。これは2回来てよかったな。前来た時はもっと緑が新緑で、鮮やかな緑だったんですけど、淡い緑色も綺麗ですね。残り3分くらいです。何という客で、確かに綺麗だ。延長。電波でも不安定ですね。百何十ぐらいまで落ちたりしてる。すごいな、こりゃ。いいな、来てよかったよかった、本当に。その自分がここに来てよかったことを自分にも言い聞かせるため何度も言う。来てよかった。そう、聞こえますよ、本当に。そうだ、下げとく音量。危ない。ちょっとこれ、もうちょっとダイナミックレンジ上げて、このぐらいかな。パワースポットなんですよ。いや、独り言おじさん。どうだ、このぐらいでちゃんと映るか。映った。このぐらいだ。そう、美人林、美人林、美人林で、ちょっと音量下げよう。周りの歩いてる人に聞こえるわ、こんなん。林の中で美人さんが坊主取るわけじゃないのね。美人さんがではなく、こんぐらいか。こんぐらいでいいや。美しい。そう、このブナが美人ということみたいです。足元が悪いですね、これ。ひんやり、いや、空気だいぶ暖かいんですよ、見た目に反して。というか昨日の夜とは全然違うな。そう、ブナ林です。カチカチに、いや、ツルツルではないですね。
縦のがいいな。写真をいろいろ撮るのでもたもたしますから。ああ、どれが順だったか全然わからんけど、ああもうちょい中まで行ったらいいな。八頭身、頭はどれなんだ、頭は。足元撮りましょうか。ちょっと今のこの状態だとな、こんななってるんですね。これで人工的に、いやどうだろう、整備はしてると思うんですけど、わこれ掘ってあるんじゃなくて多分温度が違うんでしょうね。木の根っこは木の中水が通ってるわけだから、何かそれ関係でこうなるんじゃないですかね。まあ足元がズボッといったりしないのかな。水が流れてなければ大丈夫か。ん、黒いもの、やっと鹿、あーどうですかね、鹿の害とかこっち来て聞いたことないな。木あるどころじゃないよ、木の熱なんですかね、あれは。人気ありますね、かなりいいですよ、ここ。いや、うん、おさが、あー残念。私は、まあ現場にいるからっていうのがあるんだろうな。しません、しません。全部これダイナミックレンジ強でやって大丈夫かな。あ、雪景色、おはようございます。で、池があったのか、前来た時は気づいてたっけ。ナパして、そうですね、今片手にカメラ片手に PC なんでやばいです。そうそう、ローで、そこまで面倒なことは私やったことないな。いや、ちょっと待ってください。お、おはようございます。おー。いいなぁ。そう、滑ったらやばいんですよ。よっと。水も青いですね。よっと。青い魚は見当たらないですね。コントラストがなんかそういう感じで、向こうに降りたら写真、なんか写真撮る人みんなあっちにいる。泳がないの、やったやった。足元が結構雪がズボズボ、何やってるの。いいな、今日は多分しないと思う、多分ね。うん、あ、木の声、なんかですね、あのうーんとかジジジジっていう感じの音が聞こえるのは、これは自分の音ですね。あれ、これどっから降りるんだ。あ、そっからか。いけ、けんだすんだ。ああ、あの竹とか真っ二つしてそうですね、竹とか。おはようございます。そう、スピリチュール可能性結構あると思うんですよ、油断してると。よっと、よし、降りてきた。おお、これはすごい。
この景色、画角的に皆さんには全部は見えてないんだよな。門の周りは雪、溶けてます。おー、すごい綺麗ですね。十日町市だと思います。この市だっけ、まず十日町。笑い取れるよ。私は笑い取ろうと思って取ることはそれほどない。あ、魚いた。目の前を泳いで魚見えますか。そのそこら辺にいる、そこら辺にいる魚見えますかね。いけない。あれなんで見えますか。おお。といってもこれ魚を釣ると、反射してる景色の方に映ってしまうからな。あ、そこの中にもいる。結構いっぱいいるな。名所ですね。あ、フィルター、そうですね。ニコグラスがあれば表面の光はだいぶ軽減される。やった。おお。あ、こっからこの池の水が向こうに流れてんだ。投げてみて、やだこったい。映画館本当だったんですね。あれ、昨日コメントで聞いた時はまたネタかよと思ったんですけど、本当なんですね。どんだけ人気あるんだあれ。ちょっとあとこのまま撮ります。おい、撮れたか。おお、撮れた撮れた。あ、でもちょっと水が青く、青緑ですかね。鳥は声は聞こえてます。ん、かなり深い。あー、どうかな。石投げたら写真の人からむちゃくちゃ怒られると思う。そう、そんな寝の式ですね。あの例によって、あのアクティブサスペンションのデモンストレーションやったらしいですね。周りの音はみんなが歩き回ってる音ぐらいしか聞こえないですね。これ上方向のパノラマでやるか。パノラマを上下方向に撮ろうとしてもうまくいかなくて。よし、いった。うん、撮れたみたいな。戦車から入る感じの、まだ本当に戦車線の描写面白いですよ。もうこんぐらいでいいかな。
って、なんかすぐ立ち去るともったいない気がして。雪残ってる。この景色もそんなにゴールデンウィークに来て見られる、いつも見られるもんじゃないですね。面白い。どう？もうキョロロ開いたかな？ 9 時になったから。あ、そうそう、新しいデジカメのっていうのもありますね。こういうとこ登る方が楽だ。ただ、水溜まりは結構すごいな。ん？他の木。ああ。多分そのあたりはある程度人間の手が入ってるんじゃないですかね。雑草が生えたら、それを刈るような。おはようございます。インターバル。プロ映像。GoPro、今日 GoPro3 なんですよね、午前中また。さっきより状況がえらいことになってる。わかりますか、この状況。雪の新聞ですね。どうなってるこれ。みんな写真撮るために来てるからじゃないかな。絶対、うん、ですよね。すごい。多分これさっきバスで来た人たちのツアーじゃないのかな。まあ、あの人たちと私の立場が逆で、私みたいにパソコンとヘルメットかぶって上にカメラ出っ張らしてる人間があんだけいたら、もっと偉いことですよね。すごいな。撮影目的でしょうね。さて、ちょっとこれでまた殺伐。来ました。あんたが来ても私は来てないんだよ。よっと。投稿放射状に、ああ、そうでしょうね。やった。うん、棒読み。音量下げてます、棒読みは。どうなんだろう。こういうブナ林とかこういう景色だけ撮る人っているのかな。空気は暖かくて気持ちいいですね。空気はそこそこひんやりしてるけど、暖かいからな、日が当たって。千葉か。樹海ではないです。うん、風景写真ですよね。うん、ああ誰もいない。そうですね、明るくなったらもう十分撮影できるわけだから。お、あれはちょっとあっち行ってみるか、自転車乗ったら。今回の旅行いろいろありますね。今回はなかなか印象深い。あ、一昨日からだ、ここの店というか。確かに、まあ、その、あ、この山浅月って食宿の食事出てきたやつだ。そうそう。ネギみたい、浅月の伸びるとネギの間みたい。ピロソって天ぷらですよね。そうですね、あと味噌。味噌の肝臓見えるかな。ネギがかも。だいたい100円ですね。どの袋も100円って書いてある。大根干し。木肌の皮ってこれ染料だっけ。それでも食事に色付けたりするやつでしたっけ。木肌の皮、うん、
けびありますか。多分安いと思う。あ、これからですか。あけびはもうこれからです。あけびこれから。あっちにもないですよね。リスありましたね。気がつかなかった。今朝あったっていう話は聞いたんだけど。昨日と。どうでしょう。これは、ゼンマイに見えるけど、コゴミっていうのか、これ。あ、ね、そうですね。さて、ちょっと向こうの店にも、もう見に行ってみるか。トイレまだいいな。ゼンマイですよね、あれ。コゴミっていうのは、ゼンマイとは違う種類なのか。わらじ。わらじって、現代人が履いたら、どのぐらい足痛いもんなんですかね。コゴミとゼンマイとかわらびは違うか。コゴミとはあれは別なんですかね。見た目同じに見える。そうなった。おはようございます。今美人林を見てきました。とても綺麗でした。あ、そう、アク取りは必要ですかね、あの辺りは。で、こっちはお茶にしようかねって書いてあるけど、まだやってないのかな。お茶にしようにもできない喫茶店ですね、これは。もう美人林はオープンしてるというのに、オフも何もないか。ここは閉まってますね。下仁田こんにゃくは下仁田の方に着かないと。あ、でも準備してる。多分この分だと9時半か10時ぐらいからなんですかね。まず文句、多分10時とかなんですよね。朝のコーヒー、あーそうそう、今日は朝のコーヒー飲んでないな。昨日はユースいただきましたが、開いてたら、いやそうでもない。あ、でもそうか、オープンテラスがあるから、あそこで飲むんだったら放送しながらでも大丈夫だったかな。で、次です。次、目の前にも見えてますけど、そこのところ、森の学校キョロロ。これもその芸術祭の作品の一つらしいです。これ自体が立ってからもうどのぐらい経つのかな。10年ぐらい経つのかな。少なくとも私は前来たのは5年以上前だったと思うので、建物これです。キョロロ、いらっしゃいませ。おはようございます。これ美術館っていう扱いになるのかな。うん、来たことあって、前にこの前に来ただけで、中に入ったことはまだないです。うん、この思い出深い旅行になりますね、そういうの。税金の無駄、またか。これはどうなんだろう。うわ、何あの雪の山、何、なんかなんていうんだっけ、いろんな原材料っていうのかな、鉱石とかの土砂を積んであるような、なんかあんな感じに見える。これはなんでこんな、登るの嫌だ。塔の上に、あ、そう、あの塔もまだ登ったことないんですよ。で、あとは放送しながら入れるかどうかちょっと聞いてきて、ダメだったら放送一旦やめて、私が個人的に見てきます。やっとで、入り口どれだ、あそこか。前最後の学校っていう、有料だったら多分そうなんですよね。自分だけ、ん、どこ、入り口は、おはようございます。あ、おはようございます。これ、あ、入り口はあっちなんですかね。はい、入り口はそっちの方。はい、入り口ここです。あ、こっちですか。どうぞ。はい、いや、これ学校じゃなくて新規に建てたると思います。あ、これか。
うん、やっぱりクロラーの赤小瓶かな、赤小瓶の鳴き声。これなんか作業をしてるみたいだから、この辺りかな。戦車に挨拶で。そんじゃあですね、うん、確か9時から営業って書いてありました。じゃあちょっと聞いてきます。ダメだ、ダメである可能性の方が高いですけどね。ここの芸術祭は基本的に撮影 OK で、触れたりしてもらったりすることを前提にやってるんだそうです。で、あとこの建物は10年前に建ってますね。音量は、そうそう、音量が来ていくかな。 PC 画面見れば、 PC 片手に持っていきゃいいし。じゃあ行きましょうか。イヤホンで、ああ、機材切り替えればいけるんですけど、ちょっとめんどくさい。やったー。この OK を公開することになったろう。いや。5、こんぐらいか。館内だったらこんぐらいか。こんぐらいだったら大丈夫だと思います。あ、今これ、僕今ついてたか。あ、ついてるついてる。
手首苦手な人すいません、僕大丈夫です。じゃあ行きますか。これはやった。あえて引っ掛ける。ゴム。青大将全然動かなかったですね。昨日。はあ。今他のお客さんまだ来てない感じですね。よかった。そうそう、夕方になると、あそこまでなんかあのいろいろあの峰が浮いてるような感じじゃないけど、あれ近い景色見たことある、この辺りでですね。建物の中だから電波悪くなるかな。研究室、多分あのタワーにも登んなきゃいけないような、入ったからには。登りはいいけど下りが嫌だ。何を、あの虫の研究の人もいるみたいです。このさっき入り口のところにあの分からないことがあったら聞いてくださいっていうので、顔写真とあの研究者のプロフィール書いてありました。カメムシは病原菌を媒介する虫なのか。あ、植物に対しての病原菌か。なるほど。そう、私は虫好きですね、基本的に。帰る。機関食。あ、機関食、なるほど。ぬか釜、もみ殻を燃料にご飯を炊く道具。ミニキノココーナー、唐突にミニキノココーナー。油しめじ、チチタケ、ふんふん、なるほど、そうか、今キノコも割と来てるんですよね。毒ツルタケ、1本以上食べれば確実に死んでしまう猛毒のキノコです。天下りセクト、栗竹確か美味しいんだよな。うん、癖のない味で歯切れが良い美味しいキノコです。キノコって月夜竹、月夜竹やばいんじゃなかったっけ。一見食べられそうに見えることから食べて中毒する人が。そうだよな。で、舞茸って外見るとチリチリしてて美味しそうじゃないですね。紅茶キノコっていうのは何でしたっけ。あれ、畑しめじは非常に美味しいキノコなのか。これなんか傘がよく崩れてるように見えるやつじゃないかな。あ、ミノ帽子っていうんだあれ。昨日あのほら、確かユキンコ UFO がどうとか言ってたやつ。雪帽子っていうのかこれ。肩まで覆うやつ。頭巾とあの肩掛けが一緒になったやつですね。で、頭入ってないやつのことをミノって書いてありますね、これ。こっちがミノ。ごちゃごちゃ。豪雪地帯のこの地では雪は掘るものなのです。雪掘り、雪下ろしとか雪かきって言わずに雪掘りって書いてありますね。ん、みんな来て犬させ、さすがに触っちゃまずいでしょ。おー、あれですね、博物館というか郷土資料館みたいな感じでもあるんですね。おー、また新潟、アンチ新潟の人が来た。日本赤ガエル。ああ、棚田綺麗。なるほど、こうやって再現してあるのか。雑多。おお。いいな。これで見えるかな。こうか、このぐらいか。これジオラマですね。細けー、柿の木まで。そこに柿の木ってあの白い小さなプレートに書いてあります。細けー。あと奈良竹でけー。
なだけがでかい日本ですね。おお、もうなかなか縮尺が戦車プラモ、日本の戦車こういうとこ用ですよね。うわ、びっくりした。成虫になるまでに100匹近いオタマジャクシを食べて成長するレンゴロウ。水が豊かでカエルなどの生き物が多い里山の田んぼを象徴する昆虫です。びっくりした。あ、延長本当に失敗したかこれ。8時半からだから、あ、本当に失敗か、しまった。ん？終わってるよな。やっぱり本当に終わった。これ積雪量か。10分刻みじゃないところ始められればいいんだけどな。ワクワク。あとなんか暑くなってきた。GPS が衛星見えないって言ってる。やっちまったね。やっちゃった感じかな。これで再開です。さてと、本当に自動延長動かなかったのに気づかなかったんですね。ケンゴロウの、見通ってんのかこれ、細けー。吹きの音だ。これ吹きの音。うん。消えろ。いや、すぐ気がつきました。終了しましたっていうのが流れたんで。ちょっと待って、フォーカス戻して。細けえ。えらい力入れて作ってますね、これ。これはキョロロって言って森の学校って言うんですけど、まあ、美術館の一つみたいなもんかな。で、これ積雪量ですね。これは毎年の梅コンフォートは女性結構いたんですけどね。平成17年442cm。あの高さ442だから私が何人だ、 2. 点何人だ、2人半よりも高いですね。さらにすごい。今のところ平成23年までなんで、24年がまだ更新されてないんですね。24年ってことはまだ今計測終わってないのかな。いや、もう終わってるような。あ、いや、一番右端書いてあった。今年の最大積雪量は388センチで、例年に比べればまあですね。うん、豪雪地帯です。実は一昨日泊まったあのユースのところもかなりの豪雪地帯らしいんですけどね。うん、これは4メートルの積雪に埋もれたキョロロって、これが今の建物か。これ多分裏側から見てますね。さっき私が入ってきた時、
煙突みたいなあれは左手に見えてたんで、この建物があの出っ張りのぞいて丸々埋まったりするんだ。4メートルの積雪ですね。いらっしゃいませ。すごい。てか冬に来たら本当大変なんだここ。あ、そう、棒で表してます。これこれ、エアーズロック。雪柔らかそうに見えるけど。で、こっちは準備中ってことは、あれ、昆虫はどこにあるんだ。昆虫のなんとかは、ん、正面が、あー、どうなんですかね。どう変わってるのかよくわからない。え、どういうこと。あ、これ変化多くない。これはなんかわかる。どんなロードバイク、どんなロードバイクにも乗っていない私は。ゆっくりそうかもしれないですね。チャレンジ工房、小型中型300円。あれでもこんだけかな。あの投資人間大に拡大した昆虫のっていうのはどこにあるんだ。ん、2階とかないのかな。外から見たら2階なかったっけ。こここれだけちょっと短いですね。こっちか、違うな。お、お、新潟。このレルヒさんってなんか見たな、この顔が。この顔が、あ、向こうにもある。なるほど。反対側に伸びてんだ。なるほど。うん。あった。お、虫が苦手な人すいません。迫力すごいな、やっぱカミキリムシは。とゾウムシにも通じるところがある。この表面のデコボコ、横山ヒゲナガカミキリ。ここから先虫が苦手な人はダメな絵が結構出てくるかも。いかついですよね、カミキリムシ。大紫、あれ、何ゾウムシだっけな。あー、トンボ綺麗。あ、そうそう、あのギチギチ首のあたり鳴らすんですよね。おお、ガンベルト風昆虫採集ベルト、採集バンドっていうのか。殺虫管を12本つけられる総牛革製のバンドです。腰につけて使います。かっこいい。キリンじゃない、そうですね。あ、水槽だ。木をからす。カミキリそんなに害あるんでしたっけ、あれって。このキャラ偉いリアル。コシジマルトビムシのコシマル。ゆるキャラなんだろうけどリアル寄りすぎ。でも私はこういうの大好きですね。
あとフォーカス。ものすごくリアルより、あ、上り速度が出てない。電波切れたか、この中だと。岐阜町も綺麗ですよね。あ、残念、中はないか、電波。ちょっとじゃあ一旦戻って皆さんに伝えてから行こう。うん、あ、そうか、Wi-Fi 切り替えるって手があるか。ちょっと待って、まず Wi-Fi のアクセスポイント確認から。ちょっと待ってください。アートトライ。これ使えるのかな？ちょっと繋いでみます。これで通信ができてるのかどうか。お、いける。ですね、ちょっと待ってください。Wi-Fi 切り替え、今いってるか。Wi-Fi 切り替えます。ちょっと待ちを。アートトライ、これか。一旦切れます。どうだ。繋がった。よし、来た。オッケー。上り速度は、おお、上がる上がる。完璧。先唐突に終わりましたね。はい。パスワードも同じでフリーで使えるアクセスポイントです。 OK、 これで昆虫を好きなだけ見せられる。なんて便利な。さっきここに入ったあたりで電波なくなったんですよ。あれ、また下がってる。いや大丈夫だ。 OK、 じゃ あの今から虫見せますからね。虫、あ、虫じゃない。両手動かすがいるな。ちょっとこれから爬虫類とか虫系のはいっぱい出ますんで、あの、苦手な人ご注意ください。まずこいつです。かわいい。ん？これどこ映ってる？ん？あ、いた。これ。お、あの、黒山椒魚ってやつです。なんか今手挙げた。なんで手挙げるんだ、こいつは。自分が可愛いと思ってやってんのかよ。でも山椒実際来るんですよね。あ、なんで拒否するんですかこいつ。表面はぬるっとしてます。実際これの天ぷら、あ、こっち見た、こっち見てる、こっち見てる。あと画面ちょっと薄い。こっち見てますね。こっちが動くとなんか、ああ、また手動かした。かわいい。あ、こっち見た、こっち見た。かわいい。あ、
見えるわけじゃないのか。反応してますね。ピントどこにあってんだこれ。映り見てる。といってもそんなに大きい機敏じゃないですね。写真撮らせてもらいます。写真難しい。こうか。こうか。よいしょ。で、こっちはニホンイモリ。フィギュアにしか見えん。でも顎の下がピク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 動いてるから生きてる。カメラでどうですかね。確かに私の目の方じゃなかったな。ああ、これマクロ撮影難しい。このカメラあまりにもピンポイントにフォーカスが合うからからですね。うわ、ブレるブレる。で、ゲンゴロウはどこにいるんだ。これゲンゴロウは、あ、中にいる。じっとしてる後ろの。そうですね、腹が でかいですね、あっちの方は。マクロ撮影は、お、マニュアルフォーカスしなきゃ厳しいですね、これ。よっ。あ、こっち来た。ああ、難しい。あいつもこっち来るな。お客さんいらっしゃいませ。うん、カメラ使います。あいつもこっち来ようとしてる。あ、来た。あの顎の下動いてるの見えますかね。わかります。GoPro の明かり映ってますかね。当たってきた、当たってきた。そう、いや、どうだろう。多分この辺り回った後にもう直江さん行っちゃうんで。なんか動くとこっちに微妙に動いてくる。手ちっちゃい。餌を与えてくれることに対する反応なんですかね。今どの辺、あの美人林とかキョロロっていうのがあるところです。っていうかキョロロの中です。というわけでちょっと姿勢的に疲れてきた。全く変なものつけてます。かわいい。で、このペースで行くとここだけで1時間ぐらいかかりそうですね。あ、日本アマガエル。うわ、このモニ、いい液晶使ってますね。綺麗ですね。アマガエルは？アマガエルは？見えない。あ、いた。あの木の先端、あれです。日本アマガエルです。てか日本アマガエルはいっぱいいますよね。やった。撮影難しいな、こりゃ。ん？この目的で新潟に。あの、本当は、うわ、でけえ。盛り上がるってこんなでかいのか。てか、表示が、表示しきれてない。左が切れてる。いい液晶なのにもったいない。うわぁ、作り物っぽい。ここの質感わかりますか？ものすごくあの作り物っぽいです。そうそう、あの卵が泡に包まれるやつでしたっけ。
ソフビとかなんか本当に樹脂系に見える。ちょっと撮影きちんとしたいので、うん、撮影難しいなカメラは。うわー、ピント合わねー。ちょっと頑張って撮ります。じゃなくてこれマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス、ちょっと待ってくださいね。マニュアルフォーカスでマニュアルできます。フォーカスリングが、おー、よし、完璧。ガスにガチガチ合わせてやばいですね。こんな感じ、わかりますかね。目のとこに合わなかったら残念だな。この質感ものすごく偽物っぽい。あ、これシュレーゲル青ガエルか。シュレーゲルの方がもうちょっと生っぽいですね。でこいつは加工が可愛いな。可愛い画質のマニュアルフォーカスは面倒くさいけど合わせたらぴったりですね。うん、こっちの方が色鮮やかでもうちょっと生き物らしいです。一回またかけてみますか。ピントピントピント、かわいいなぁ。あー、くそ、リング操作難しい。何年ぐらい、どうなんですよね。あ、カジカガエルはこれ声だけはいくらでも聞いたことある。カジカガエルは、あー、ちょうど向こうに隠れてるのかな。あれか、あ、やっぱりあそこに隠れてる。すごいな、目が。皆さんには見えないです、あれ。よいしょ。隠れてて向こうにいて見えないですね。よっ。おー、よし。この辺り、この辺り、この辺りだ。よいしょ。ですね。こんな。顔だけ出してます。ピント。見えますか？目玉も結構出っ張ってるんですよね。あ、残り10分、了解です。いかな。改良結構、あ、GoPro の何が切れた今。ちょっと待ってください。あー、バッテリーだ。GoPro バッテリー切れた。まあいいや、ここは配信映像で動画の方に入れることにしよう。でも早いな。8時半からスタートして、あ、そうか、多分あれだ、給電できてなかったのか。2時間ぐらいで切れたってことは、 GoPro は今の給電失敗だったのかもしれない。まあいいや、どちらかんないはこれ GoPro の映像だとですね、ウェブカメラの方にカエル映像を合わせてるんで全然見えないんですよ、 GoPro だと。この間の霞ヶ浦水族館の時もそうだったんですけど、配信映像の方をメインにしないと。で、日本アカガエルは本当に見えない。モバブーで、モバブーのでっかいみたいなやつ、でっかいやつを使ってます。iPhone5S、 いや多分買わない。お、
山アカガエル。よし、これです。で、よっちゃ、いや、ピントを、準備中です。トノサマガエルもでかいな。トノサマガエル久々見たな。でもあいつ苔のような湿度、ああそうかもしれないですね。死んじゃった。どうだろう。よっ、配信と撮影一緒にやるの結構めんどくさい。ここは、美術館と、ツチガエルだ。ツチガエルって、あんまり見たことない。カエルです。ちょっとすいません、もう写真の方だけパパと撮っていきますね。うわ。アズマヒキガエルはよく知ってる。こいつですね。こいつですね、人が来ると、ピタッと止まるんで、撮影しやすいんですよ。で、このサイズ。ああ、お子さんたちが来た、やばい。あと、アズマキガエルですね。何のやつ？もらったカード、ああ名刺に前使ってましたね。最近ちょっと使ってないんですけど、あ、ここからも落としていいかな。うっと、あとはヘビ、シマヘビ、シマヘビ骨化型、どこ、あ、これは潜ってますね多分。もうヒーターの下かな、着物。で、こいつはジムグリか。頭だけ出してますね。左上が頭です。で、日本トカゲ、日本トカゲ。ああ、見えねえ。あ、いた。ちょっと皆さんから見えないところにいますね。準備中。ふぅ。ちょっと姿勢的に疲れた。これが、スジエビだったっけ。これエビの名前書いてないな。これメダカですね。メダカが絶滅とかいう話が出てくるなんて信じられなかった。うん、これはモツゴか、しないモツゴ。魚の撮影が結構難しいから流していこう。で、コイとドジョウ、ドジョウかわいい。カダヤシ、カダヤシって魚でしたよね。うなぎ、顔だけ出してる。あ、カニ、黄色いのつくめんですよね。うなぎ、
尻尾で、尻尾で引っ張ってる。あ、やっぱこれ筋指だったな。で、島道場、島道場。島道場。あ、ちっちゃいね、島道場。左上の方とあと手前に行きますね、島道場。ちっちゃい。肉汁鍋。これは撮影は厳しい。島道場、私可愛いと思います、ものすごく。よっ、取れたかな。ダメだ、ボケボケ。うん、島道場なんかふにゃっとしてる感じで可愛いんですよ。なんだね。うん。これはイワナ。イワナがなんか間抜けなことしてる。いや、肩から見たらそう見えるだけなんだけど。刺さってます、イワナが。ありがとうございます。ありがたくないけどな。刺さるイワナ。はい、らしい。あ、もう終わりですね。お疲れ様です。時間かけすぎか。いい、いい。あ、じゃあ、どうしようかな。あとはもう写真撮影や。あ、少し後で撮ります。魚の方の写真も放送せずにしばらく撮りたいんで。後でこれ登ります。